ある日、理事長はみんなに聞いたらしい。みんな幸せだろうって。みんなは、はいと言った。そこで理事長は聞いた。今一番したいことは何だって。みんなは言った。うちに帰りたい。知的障害者じゃないと考えたんですよね。でもあったから施設に預けて。もう何十年ってやってなかったですからね。